こんにちは、プロトリュフチャンネルです。何度も紹介してきたイチゴ、ほら美味しい実がいくつか実はもう食べてしまったんです。またこれもそろそろ食べようかなということで、今回でイチゴの栽培は最終回にしますが、まだまだ花が咲いて実がつくのでもっと楽しめますから、皆さんも四季なりイチゴ2回3回いっぱい実を収穫してみてください。いっぱいもう食べましたよ。